酒屋が、まあ、熊本の震災のために何かでやりませんかっていうことで、はい、あの支部長の方に話持ってって、はい、でそこからスタートしたんで、はい、もう本当に深谷の一言でこれが始まりましたね。しかもすごいのはあのやっぱ他県の選手とか、うん、その辺のね、そうですね、まあ、それも深谷の力というか、まあ、深谷と一丸の支部長の力で、はい、もう深谷がみんなに声をかけてくれて、はい、それで周りの選手が動いてくれたっていうことなんで、まあ、僕らが多分声かけてもなかなかそこまで広がらなかったと正直思いますけど、まあ、でも深谷っていう名前がやっぱりこうみんな動かしたんじゃないですかね。そうですね、提供した、ね、あのフレームはなんか聞いた話だと、うん、ヤンググランプリ、はい、フレームでしょ、はいはい、過去使ったもう本当だったらね、はい、自分を取っておきたいようなフレームをもうファンの皆さんにということで、もう熊本のためにということでね出してくれたんで、はい、まあまあいいねがついて、はい、山田さんもねいろいろ、いやいや僕はもう全然ね僕のもの自体はないんで、はいはい、あれなんですけど少し何かね協力できればいいかなと思って、はい、まあ写真ぐらいだけはね持ってやりましたけど、はいはい、まあ本当にみんな全国みんなの選手のね協力があってこれできたんで、まあ宮原までねもう少しあるんで、 そうですね、それまでね本当に多くの人にあのいや買ってもらえればありがたいなと思います。山田さんはね、はい、あの今季、はい、まあ、A 級1、2番戦で、はい、あのまあ、戦ってきたんですけど、はい、どういうあの半年だったんですか。6年ぶりに2班走ったんですけど、はい、厳しいですね、やっぱり、うん、あの周りからはね、チャレンジで2班のデース取れたんで、多分そこそこ走れるんじゃないのっていう話は聞いてたんですけど、はい、全然違いました。やっぱり2班は、強いですね、みんなが強いです。あのチャレンジが弱いわけではないんですけど、やっぱりその話7社と9社の違いもありますし、やっぱりレースの流れも違うし、はい、なかなか僕ら、本当の力が僕はないんでしょうね。あのなんで、まあ、2班だと全然勝てなくて、まあ、本当に、まあ、確定版にも1回もこの5ヶ月上がれてないんで、もう車検には1回も貢献してないっていうのはね、本当に申し訳ない。ファンの皆さんにね応援してもらってるんで、はい、もう1回ぐらい本当に貢献したいなと思って、残り今回松坂含め、はい、次の富山で あと2回しかないですよね、はい、この2班で走るのが、そこでなんとかね、確定場に上がって1回はねファンの皆さんの貢献3着でいいんで、なんかね 3連単の貢献にもしたいなと思ってますけど、まあ、じゃあそういう部分を注目する3日間ってのはあるんですか。そうですね、松坂ではそこをぜひね、はい、あの1回でももし確定場に上がれるのを注目してもらえると、はい、ありがたいですね、はい、じゃあその3日間になるようにこちらも期待してます、はい、頑張りますね、はい、応援よろしくお願いします。